んにちは、カウンセラーの山本美です。今日はですね、また同棲中なのにレッスン、カウンセリング事例についてお話しようかなと思います。ですね、同棲でレスでやっぱりどうしようかなと思っている方はいっぱいいると思います。一緒に暮らし始めてとかも理由もあるし、何かをきっかけに、しなくなるっていうのもありますし、徐々にしなくなる、でしなくなる理由がやっぱり家族になっちゃったとか、なんかそういういろんな理由があると思うんですけど、理由というか、言い訳という言い方をしますが、私はその中で今回の事例というかね、お話をしてで分かったことがあったんで、結構みんなやってるんじゃないかなと思うんですよ。まずですね、どっかでこう2年間とか3年間とか4年間とか、みんな長いんですけどね、そのレースの時間が、なんかどっかで、でも別れちゃ、付き合ってる時間も長いし、別れたら私をこれ愛してくれる人、他に好きになってくれる人はもう現れないんじゃないかみたいな、現れるみたいな感じなんですけど、ないかという、まずその自分に自信がないっていうのもあります。そしてですね、まだまたそこにお話聞いてて分かったのが、もう一度ゼロから全く知らない人とやっていくのはもう面倒だと。今のいる彼だったら分かってくれるし、分かり合えてるし、何より楽だし、好きなんです、楽しい思い出もあるしっていう話だったんですね。そうなんだ、分かってくれてんだ、ふーんみたいな、へーみたいな感じだったんですよ。でもね、話をしていくとやっぱり分かるんですけど、彼女自身が自分のやりたいことや欲望なのに分かってないというか、気持ちを表現するのがすごく下手なんだそうです。そして話をしていくうちに、やっぱり結婚したかったから、でもその結婚したいという気持ちを言うのも、相手にプレッシャーを与えてしまうし、相手のタイミングもあるだろうし、相手が求めることが何より大切なんですと。相手が必要だ、求められるから自分の自信になると。自分が誰かを好きになったりすることよりも、相手に必要とされて求められることで自分の、自信をつけていく。つまり結婚することによって自分が自信がつくっていう話だったんですね。なるほどねみたいな。で、相手が求めることのことが大切で、やっぱり人の気持ちや顔色をずっと伺ってきたと。で、顔色を伺わないと嫌われちゃうんですと。だから、どっかでいつも自分さえ我慢すればいいや、我慢するのは当たり前だし、我慢するのは正しいことだって思っていて、なんか悪い空気になるのも避けてるし、自分としてはその悪い空気にならないように持っていけるということになっているから、もう対立とか喧嘩とかするのって嫌なんです、大嫌いで、もう対立とか喧嘩したらゼロになるって関係を持ってますと。で、喧嘩とかももちろん避けるしという話だったんですね。ここでね、結構見えてくることが、ここで言うとはですけど、インナーチャイルドですね、とアダルトチルドの方はですね、やっぱり0か1かです、白か黒かです。で、この対立を避けるっていう言い方をするんですけど、人とですね、話し合いをして、理解をし合うということを親とやってきていないとですね、やっぱり交渉ごと超下手です。なんか交渉することがわがままと思ってます。で、
そのやっぱりね、話を聞くと育てやすくてわがままをずっと言わない子でしたと。でやっぱりその我慢し続けましてきましたと。でまあたまに爆発しちゃうんですけどって話だったんです。でまあそのわがままにするとどうなっちゃうかっていうと、まあ、彼女曰く人から嫌われるんだそうです。まあ確かにね。で嫌われたことあるんですかっていうと、まあわがままにしてないから嫌われてないそうなんです。なるほど。でわがままにして、まあ、自分の意見とかノーとか言えてる。でノーが言えないと、嫌と言えないと。で言えてる人はどうなんだっていうと、まあ、結構わがままに見えるし、なんか敵を多くしているような気がします。でもその人自身はなんとなく気にしてない気がするから、ちょっと羨ましいなと思うし、その人とは違うし、その人にはなれないんだって思ってますということだったんですね。でやっぱりそこでも我慢を自分さえすればいいと。だから結局結婚したいけど自分さえ我慢して待ってればいいやとか。でね、セックスだけど自分さえ我慢すればこの関係はやっていけるっていうことはよ、自分自身でも自分の感覚を偽っているわけだから、彼は本当に分かってくれてるのってそこで聞いたら、あ、分かり合えてないですねっていう話だったんです。つまり自分自身にも嘘をついてるんですね。楽なのはその我慢するっていう状況を変えなくてもいいからです。我慢したらやっぱりもしかしたら敵を作っちゃうかもしれないし、嫌われちゃうかもしれないし、我慢しなかったら何かがある、もしかしたらネガティブなことも起こるかもしれません。でもそれは自分でもう我慢するのは嫌だって決めてお別れするとか話を持っていくとか、いろんなやり方があると思うんですね。でも自分で選ぶ、自分を我慢させる方が楽なんですよ、そういう人にとって。もうこれはもう本当に自分のデフォルトだって言っておっしゃってました。で、まあ、もちろんこういう時にねインナーチャイルドワークもおすすめしたんですけど、一番大切なのはまず一番大切な自分が自分の気持ちを分かってあげることです。我慢させないっていうことは何か我慢してることっていうのは何なんだろう。例えばそのセックスレスだったらセックスレスを我慢しないように自分がしてあげるってどういうことなんだろうと思う。だその人と一緒にいるっていう風にし続けてる理由が、まあ自分がもう無理だから、他の人が見つからないよとか、あなたは今までこんなに我慢してきたんだからまだ我慢しなきゃダメだよとか、結局その関係性っていうのもこう我慢でできてるんで、またもう一回ゼロからやり直すみたいな言い方をおっしゃってたんですけど、やっぱり我慢なんですよ、次の恋愛も我慢なんですよ。だからもう我慢をまたしたくないんですよ実際。だからそんなに楽しかったわけじゃないんじゃないのこの恋愛っていうことなんですね。で、まあ、重要なのはだから本当に自分の気持ちに素直になることですね。結婚したいもいいし、子供が欲しいもいいし、セックスがしたいもいいし、相手が求めることの方が大切なのではなくて、自分が何をしたいかについて、素直になるっていうことが何より大切です。でこれはもう、いろんな意味ですごく我慢をしてるとか人の顔色を伺うっていうのは人に決めてもらってるんで、自分で責任を持たなきゃいけないですね。別れるって決めたらやっぱ自分で責任を持つことになるんですよ。だってやっぱり次にどうなるか分かんないし、また我慢しない関係なんか作れるかどうか分かんないし、でもそこで一歩を踏み出すっていうことはすごく大切かなと思います。本当にね、レスで結婚して結婚した後にレスが簡単に解消した人はいませんから。ということで今日は
結婚が全てを解消するわけでもなく、自信を得るわけでもなく、安心が得るわけでもなく、そして我慢からできた関係は我慢という結果を生むというお話をしました。ご視聴ありがとうございます。